たまちゃん大丈夫なんかな。たまちゃんさ、さっき泣いてたけど、玄関開けて出たからちょっと見てくるね。ちょっと待ってね。玄関開けたんじゃない？ちょっと待ってね。やっぱり開けて出ちゃった。あ、困ったな。慎吾、玄関閉めて。慎吾、玄関閉めて。玉が玄関から出た。慎吾、閉めて。玄関出たよ。開けっぱなしでは困るよ。なんか入ってくるよ、ムカデとか。慎吾、悪いね。カメラこっち向けるからさ、逆に。ちょっと待ってね。たま、玄関から出ちゃったよ。嫌だな、あの猫が。ダメだな。慎吾、こっち、カメラ向けたから。玄関閉めて。そこの襖開けて出たんべ。襖。襖も閉めといて。廊下に逃げちゃうから。たま、襖も開けちゃうんだから。恐ろしいよ、私、あの猫。そういう点が嫌だね。ああ、ふすまも閉めといてくれた？玉が開けたふすま。廊下に逃げちゃうから、クーラーが。ちょっときついよね。うん、こんな言葉じゃね。玉ちゃん、やっぱり開けて、自分で出ちゃうからダメだね。うん、ねえ、怖いね。怖いよ。ありがとう。ミミちゃん、はじめまして。はじめましたって。ありがとう、初コメの方。ありがとう。かつみさん、椅子の後ゴミって、うん。そうだよ。椅子の後ゴミだよ、全部。私が袋に詰めとく。うん、いっぱい。おじいが、自分が飲みすぎてれば出さないから、朝出さないから、だからうんと溜まってるよ、ゴミ。うん、この間出さなかったんだ、木曜日に。うん、そう、だから明日だよね。明日月曜だから明日出すと思うよ。あの人は自分の都合で出さないから、自分が飲みすぎてればもう疲れてるから寝ちゃうから。この間の資源ゴミもそうだった。うん、そう、たまちゃんね、私出さないで、泣いても出さなかった。廊下。そうしたらね、襖開けて、玄関から出ちゃった、自分で。襖こう開けちゃうんですよ。ちょっとほら、隙間がある、このくらい。で、手にかけて、こう出て。ほいで、玄関も開けちゃうんです。玄関から出ちゃった。だから今ね、たまいるかなと思って見たら、玄関からも、出たんかなと思って今こう開けてみた。うん、2人自分で出ちゃった、玄関からね。そうなると私困っちゃう。玄関閉められない、下降りられないんだから、足がつかないんだよ。あのなんだっけ、スリッパ、つっかけに足が、つかなきゃふっくら返っちゃうよ私。うん、ここに下駄箱につかまって、下へ降りるんだけど、たまちゃん一人で出ちゃうんだ。ほんともう誰かいないと開けっぱなしになっちゃう、玄関が。っていうことは、玄関からムカデとか、いろいろ虫が入ってくる。困ったよ、本当に。今日は信号がいるからいい。言えば閉めてくれる。ほんで、もし開けっぱなしでずっと夜まで置けば、なんか入ってくるよ、中に。ムカデだっているよ、外に。ね。だから困るんだよね。たまちゃん出ちゃうんだよ。ドア鍵かけて、鍵を慎吾くんや綾原さんに持ってもらうしかないじゃないって。そうなるとね、宅配便が来ると困るんだよね。そうそう、鍵開けられないから、私降りることできないから、玄関に。っていうことは、鍵がかけっぱなしで、例えば宅急便とか来たら、その時が困るんだ。私鍵もね、開けることできないんだ。降りられないんだから、玄関が高くて、こうに。
うん、だからね、2人に鍵持たせても、うん、ダメ。あの宅急便とか来なきゃ大丈夫。うん、だから来た場合は玄関降りられないで開けられない私には。うん、それか猫ちゃんの、うん、脱走禁止、柵を作って取り付けるかってね。うん、タマもねダメなんだ、頭いいから出ちゃうんだ。うん、ミミちゃんにゃんこちゃんですかって、そうなんです。うん、私泣いても出さなかった。うん、出さない方がいいかと思ってね。うん、泣いてたんですよ、そこの、庭のとこで。うん、廊下でね、庭から出すことは私できるから、うちの中だから、うん、開けられるけど、玄関開けられたらもう閉められないんだよね、私にはね。玄関が降りられないんだから、私は。そう、に庭だったら出せるよ、ここにあるってってね。うん、だけど私出さないでよそうと思って、うん、泣いても出さなかった。うん、知らん顔してた。そしたらさ、今タマどこにいるんかなってこうちょっと覗ったら見えないんだ姿が。ぼっとして玄関出たかなと思ってここのドア開けてみたら、もう玄関が開けっぱなし。うん、開けて出ちゃう自分で。そう、利口、利口な、タマちゃん。普通の猫出ないよ、あそこ開けて。タマちゃん利口だよ。うん、庭でうんちしてるんだよって。うん、うんちはね、この間取った、相原が。うん、相原が取ってた。私文句ばっかり言うから。うん、ね、あのね、酔っ払ってね、10万もなくしてお金一銭も入れないでうちにいるんだから、猫のうんこぐらい取ってくれよってね、じゅう文句言った私。そ、うん、したらね、自分も金がないから困るんじゃない、もうだからうんこは俺が取ってくるってね、うんこだけ取ってたよね。うん、砂利が寄ってるっていうことはうんちがしてあるんだよって。うん、砂利がこう、タマちゃん行けるからさ、砂利がこう固まってるんですよ。そういうとこはうんちあるからねって私言った。この廊下から見てわかるからね。そしたら箸と袋を持ってうんちは取ってた。あの相原が。そう。浦和先生、タマちゃん玄関どうやって開けるのかなって。うん、そう。あのね、手をね、こうやってこうね、開けますよ。すごい利口ですね。たまげるよ。うん、あ、水戸さん、トイレの砂誰がきれいにしてるのって、きれいにしないと外行きたがるよって。もうきれいになってるよ。こないだ猫の人が来たよ、うちに。写真撮ってったよみんな。うん、ちゃんと面倒見てるってね、ここも。うん、トイレも、うん、写真撮ってたよ。綺麗になってるよ。うん、そう。うん、たーちゃん、サルマタはたまちゃん、たまちゃんって言われにいなくなった時、酒飲んで咲かさなかったねって。その通りだよ、たーちゃん。そう、明日になら帰ってくる。こうだよ、たまちゃん。たまちゃんじゃね、たーちゃん。うん、明日になら帰ってくるって、こうだよ。うん、そうだよ。言う割にはね、目と構うんだよね、猫をね。そう、浦和先生、え、利口ですねって。そうなんですよ。で、あそこを手で開けて出るにゃんにゃんって偉いないと思うよ。うん、襖もすごい重たいよ、うちの襖。それこのぐらい隙間ができちゃってるのよね。うん、ほんの少しね、もう27年経つから襖がほんの少しね、そこに手引っ掛けて襖を、あんな重い襖をガーって開けます。それからこう張ってこう歩いてって、玄関はピタッと閉まってますよ。それを開けちゃうんです。すごいですよ、たまちゃん。笑うってね、ほんと笑うよね。水戸さん、え、1ヶ月もトイレ掃除してなかった時あったんだ、だから外でうんちするんだって。今綺麗だよ。うん、そう、あのおじいさんは、うん、
自分勝手だからね。そう、レコさん新聞紙でしたりしたよねって。そう、タマちゃんはそう、タマちゃんはね、おじっこは砂にするけどうんちはしない。なんか変わってるのかね、どういうんだろう、うん、新聞の上にするよ、タマちゃん、おじっこは。ほいでこうにやって新聞をガリ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 こういけてる、うん、変わってるんだよタマちゃん、うん、だから新聞紙きれいに今取り切ってあって、うん、昨日写真撮ってたけどね、来た人がね、うん、ね、ちゃんとしてあるって、うん、ね、虐待されてるってなんか言われたから来たんだけどつって、うん、ちゃんと、うん、面倒見てますよって私言った、うん、お水だって毎日変えてますよってね、お水もね、あの飲んでなくてもぬるぬるしてくるよね、舌がね、うん、だからちゃんとしてますよってね、ここ写真撮ってきました、トイレも写真撮ってきました、うん、そうね、だからね言ってた、うん、なんかあんまりネットでにゃんこのことを言わない方がいいよって、中にはそういう通報してアンチもいるからってそうに 言ってきましたよ、はい、うん、近所から苦情来ないで不思議、うん、タマちゃんね近所行かない、絶対行かない、うん、近所のうちつは行かない、うん、あの猫はねうちの屋敷内にいる、この庭の屋敷内、今慎吾の車の下にいると思う、うん、あの猫はね、うん、よそんちは絶対行かない、うん、タマちゃんよそんちは絶対行かない、自分がほらあの前から具合が悪いじゃない、母すじゃない、そういうの自分で知ってる、うん、突破しりゃしないから、うん、そういうのは安心な、自分の屋敷内にいるから絶対、うん、そう、車の下とかね、うん、ああだからね、人のうちにうんちはしない、タマは、うん、だから苦情は来ない、うん、ね、匂いに敏感なご近所の方いますもんねって、そうですね、ミミちゃんね、そうですよ、ほんとね、うん、あ、3日前うんちがまだある、取ってない、吉田さんよく話した、あ、3日前、うん、最近はないね、うんちしないね、外にいっぱいしてるから、そう、うん、きれいにしないと猫さん嫌がる、病気になっちゃうよって、うん、タマちゃんお利口さんなんだねって、そうです、うん、すごい利口ですね、あの猫はね、うん、すごいですよ普通いないと思います、玄関を開けて出るにゃんこってね、うんうん、まだ職員来たら困るねって、そうなんだよポニーテラちゃん、毎月来られちゃうとって本当ですよね、うん、だからねあんまりネットで猫のこと言わないでくれって言われた、うん、そうに言ってた、うん、そう、こちらミミちゃん砂にも好き嫌いがありますね、あと深さも、そう深さ重要だよね、わかる、うん、ね、下石見ちゃっちゃどうしようもないもんね、そう、相原がトイレ掃除しないときは余生さんが綺麗にしてあげてねって、私無理できない、無理だよ、うん、私はもう取り替えられない、うん、前はやった私、うん、もう無理、自分は介護さんで、あのこういうことできない、枠をこう外して無理、自分がやっと生きてる、嘘じゃない、うん、前はやりましたよ、あの支援さん、支援人の時はやりました、今介護さんですから、うん、もう腰が曲がっちゃってるから無理、うん、そう、ここにしゃがむっても、こういうところに捕まってれば大丈夫、うん、うん、餌は届く、うん、届くのにねって、そうそうな、餌はさ届くけど、あのトイレってさ、こういう枠があるから、これ持ち上げなくちゃでしょ、こういう柵を、あれ無理よ、柵持ち上げてね、無理です、とても、うん、私はできない、餌は取るだけね、うん、あれ柵があるでしょ、ここに周りに、あれをこう
持ち上げるなんてとても無理、うん、私にはできない、もう本当何にもできない、はっきり言ってね。ここはできるよ、この辺は。でも無理してる、腰を、うん、そう。七日のうわっちくん、よしえさん、多くのナイス目標に楽しく配信されてます、初見さん歓迎、皆さんありがとう、ありがとうね、七日のふわっちくん、ありがとうございます、ふわっちフェイス、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。えみみちゃん、おしっこシートしたらどうですかってね、どうもね、ありがとう、ありがとう、みみとさん、もう猫のことちょっと申し訳ないけど、悪いね、トイレ、シャベルで、すくうだけかと思ったって、ね、ありがとう、ありがとうね、もうお猫のことはあんまり言わないでください、悪いね、ね、言われたから、こないだ来た人に、ね、ネットって怖いって、あまり言わないでくれって言われた、そう、ね、うちの猫はうちで管理しますから、ちゃんと写真撮ってきましたから大丈夫です、ね、申し訳ない、ね、ありがとう。